最初に流す曲はポブレザメンタルっていうあのエクゾチカのギターのダビがやってるバンドでして、じゃあニューヨーク、ニューヨークですね。まだエクゾチカに出会う前にあのニューヨークに遊びに行った時があって、うん、その時に見てライブあの全然ニューヨークなのになかった。1週間2週間ぐらい行って、3週間かな、うん、行って1個もなくってかわいそうに思ったお友達が企画を組んでくれて私のために。でその時に出たバンドですごいかっこよかったんで、その時に買ったテープなんですけど、ダビーはなんかすごいシャイなのか、その時は一言も話さずに終わったんですけども、後々エクゾシカとマリンプリキツアーすることになって、静かに、たくさん話す人だっていうのが分かって仲良くなったんですけど、じゃあその曲を流します。感じで猛烈だった、ライブも猛烈だった。ライブは静かに熱い感じで、前情報分からずライブ見たんですけど、最初から なんだこのバンドって思ってすごい気になって、で終わったらすぐ音源とかないんですかって聞いて、あった日本にいる友達分買い占めて帰ってきたんですけどまあ6とかあったから全部あったのそのまま。